さ、ククサ買ってさ、これあかんのよ。ほら腐ってるでしょ。もうこれ削れるどこの詐欺はないから、これも薪なんですけどね。もうほら、ほら このケバケバ、これもうあの掘っても無理やから、全部あの剥がれていくだけやから。最悪、せっかく作ったのにね、ここまで作っててさ、アウトってどうよ。でこれがウバメガシ、ウバメで作ったらあのここまで掘ったけど、無理、重たすぎてまず使われへんのと、頑丈やけどね、ほんで割れては絶対来ないけど、こんなクソ重い草なんか使われへんぞ。ウバメガシここまで掘っただけでもえらい大変やねんから、これ。ちょっとちっちゃいかな。これ家で作ったやつ、白樺。あ、ダメ、亀裂入ってる。こっち、こっからだから真っ二つに割れるはず。ほら、ここに線が入ってる。あーもう今日はダメだな。何もできませんでした。おしまい。風呂でも入ってくるか。では暇なので、この間の続き、半分残ってたからね、思ってなの、これで作りたいと思います。こんな大きいからやりやすいよ。時間かかるけどね。だいぶスプーンの形になってきました。ここ削りたいんだけどな、こういうふうにえぐりたいんだな。風呂の方に行きたいと思います。遊ばないよ。帰ってきたら遊ぶね。まあ、ちょっと行ってきます。待ってなさいよ。ルイちゃん、ついてきてくれんの。あなたそこから出れないよ。ちょっと行ってくんの。ちょっと待ってなさいよ。ちょっと待ってなさいよ。待ってくれてる。はい、到着。毎度一緒。あ、でもこれがあるだけでだいぶマシ。ありがとうございますって感じやな。はい、それで入りたいと思います。はい、気持ちよかったです。あ、さ、ワン詰まってるから帰ります。おお、ここが一番最初に出てきた。ほら、ここがおる。実はビスが先に待ってたっていう。ほら、いや嬉しいね、出迎えは。よいしょ、嵐もみんなおったんや。あ、尻尾振ってる。
ミンシュー。尻尾振ってんの。尻尾振ってる。みんなそこにおったんや。ごめんね。10分ほどやったやろ。待てた。はい、まあ。よかったね。帰ってきたよ。はい、帰ってきたよ。ちょっとだけだったでしょ。はい、ただま。ただま。おーおーおー、ただいまただいまただいま。はい、はい、はい、はい。はい、はい、はい、中行こう。はい、行こう行こう。はい、いいよ。よいしょ。はい、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 入ります、入ります。はい。はい、はい、ごめん、ごめん。はい、はい、はい。片時も離れたくない子たちやから。はい、そしたらちょっとドッグランの方に行きたいと思います。気持ちがいいね。お、遊んどる遊んどる。どこ行くの？それではお待たせいたしました。よいしょ。ピザ窯、スモークは夜、餃子ピザ、餃子を作っていこうと思います。これ初めて使うからやり方は分からんねんけど、どんなんやろな。また使えるっていうところが素晴らしいでしょ。全然使えるよね。で、これをこうして、で、ここを伸ばすのね。 そしたらなんか下にバーナーが入るから、いや、慣れへんからさ、最初だから、もうあの炭とかそんなんじゃなくてバーナーにしようかなと思ったのさ。初めて使うし、うまいこといかんかったらダメっしょ。ご飯食いっぱぐれるから。で、こうしてこうでしょ。ほら、ええ感じでしょ、これで。これをここに置くと、そしたら完璧じゃね。ほら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 、プリムスの2243持ってきました。久しぶりやな、これ出てくるの。超最大火力らしいけどな、これはプリムス2243。これで下に入れば入るよね。素晴らしい。このごとく素晴らしいキャンピングムーンっていうところのやつ。そんなに全然、この間もこれでバーベキューできたでしょ。なかなか万能、万能っすよこれ。いいよ、これで。よしよしよし。でこれを下に入れれば、あ、入ったっしょ。でこれで炙れば多分オーブンになるんでしょう。そしたら潰したので、照り焼きにしたいと思います。タレ投入や。これで照り焼きが完成。はい、それではやっていきたいと思います。よいしょ。チュイーッとチュイーッと、もう何にもないから手ね。しょうがねえじゃん。
こんなとこでおしゃれにしてもできひんねんから。あパセリ忘れたわ。まあいいや、パセリぐらいはいいよ。よし、んでここにマッシュルーム、マッシュルームと、これがウインナー、よいしょ、ウインナー、うわー、でコーンをちょっと、コーンをちょっと、よいしょ、コーンを入れて、うん、で鶏肉をちょっと、照り焼きの鶏肉を、よいしょ、おいよ、どう、美味しそうじゃない？ほら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 、でここにチーズをのせて、よっ、お、美味しそうじゃん。はい、できた。で、これをオーブンに入れて焼きます。おい、とりあえず12枚作りました。めんどくさ、むっちゃめんどくさかったな。さあ、これでオーブンで焼いてみましょう。よし、よいしょ、そしたらこれでいくんかな、うまいこと。もっと行けばいいけど。ほい、ただいま摂氏100度。ちゃんと温まるもんやねんな。すごいすごい、びっくりした。ほら、ちゃんとなんかいけてるで。むっちゃ熱いもん、オーブンになってるよ。すげえな。へえ、楽しい楽しい。はい、それではそろそろいいかな。蓋オープン。なあ、おお、できてる。遅いんだ、早いんだ、わからん。ええ感じ。ちょっとチーズが横にずれてるけど、おすげえ、音が聞こえる。すげえ、できてるやん、できてるやん、オーブンなってるやん。どうやって取ろう、取るもんがないね。スクレーパーなんかこう、ないねん。どうしたらいい？箸で取れるかな。熱そうやな、これ。お、できてるやん。ちょっと一枚出してみ、熱っ、ちょ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 、あちゃちゃちゃ、めっちゃ熱いぞ、これ。ほら、どうこれ。よっ。めっちゃ美味しそうじゃない。あちちちち、ちょっと冷ましてからの方がいいね。よいしょ、ほら、それではちょっといただきたいと思います。よーいしょ。さあ、うまいことできたんかな。いただきます。バッチシ、めっちゃうまい。これうまいわ。ようできたな、ちゃんと。うん、家で作るのと一緒や。うん、手間かけた分うまいね。はい、完食、ごちそうさまでした。あー、美味しかった。12枚食ったら結構腹膨れるな。はい。はい、続いて次は、スモークウッドをとりあえず入れて、で、ちょっと、ゆで卵作って、卵を、スモークして、ベーコンとか、なんか、いろいろあるやつをスモークして、時間かかるみたいやから。チーズとかちょっといろいろやってみたいと思います。できんのかね、うまいこと。とりあえず
アーモンド入りチーズとカマンベールチーズ、これと厚切りのベーコン、これとさっきの残った2個だけとりあえずやってみようと思って残しといた、手羽先かな、でソーセージアルトバイエルと卵を燻製にしてみたいと思います。さあどんなんなんやろね。おい、こんな感じでいいんかな。とりあえずあそこに火をつければ、どれぐらいで燻製になるのかわからんけど、とりあえずやってみよう。やってみないと私はわからんからな。よし、これで燻製になってこい。なんかいい感じでモクモクなってきてましたよ。これでいいのかね。これでできればいいんですけどね。温くんとか冷くんとかよくわかんないんで、どうなんやろ。とりあえずこのチップがなくなれば出来上がってるような気がするんですけどね。あ、楽しみ楽しみ。置いててもしょうがないので草投入。いいよ、もう燃えてってくれ。草投入。白樺やけどな、腐ってもうたからな、気がしょうがないよね。よし、これで諦めた。さあどうなったかな。さあオープン。なあ、もうできてんじゃん。ええ加減長い時間やったで。もうちょいかな、もうちょいっぽいな。でも、もうちょい。それでは玉ねぎソースを作りたいと思います。お肉の上にかけるソースね。よし、もうこれで食べる。家ではね。さあできたと思うので蓋オープン。よし。さあどうなったでしょうか。さあどうなってんやろ。卵。お、ここかね。ええ感じに出来上がっとるやん。ええ感じに出来上がってますやん。ちょっと薄いかな、色が。もうちょっと足らんな感じ。見えへんけど。よいしょ。カマンベールはさすがにちょっと柔らかい方がいいね。そのチーズも。あ、やっぱり網に乗せた方が良さそうだね、これは。おお、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 おお。別に手で取ったらいいじゃん。めっちゃ張りある。カマンベールよりこっちの方が絶対いいわ。さあどうなった、どうなった。これあんまりやな、なんか鳥って感じかな、なんか、うーん、よくわからん。で、ああなるほど。大して変わらんな、これは変わらんぞ。あんまり燻製になった気が。あー、ちょっと色薄い。はい、以上出来上がり。もうちょっと色ついても良さそうなんだな。最後、最終日、一番最後。燻製もできたし、ご飯も今炊いてるし、お肉焼いて、さっきの玉ねぎソースができたのでこれをかけて食べたいと思います。もう十分なんやけど。おお、だから薄かったしちっちゃかったからもう一枚買ったのね。うわ、
でかこれはすごいな。うほほ最高。よいしょ、はい完成。青みが何にもないけどしょうがないよね。玉ねぎソース作ったやつかけました。それと燻製とご飯がもう多分できたと思う。ちょっとまだ熱いかな。せーの、おお、うん、お大丈夫、いけてる。ナイフになってこれ。さあ食べよう。いただきます。うまうん、うん、よいしょ、はい最後ですね。まあ、2泊3日やからゆっくりできたのはゆっくりできましたけどね。はってすぐは帰るみたいな感じじゃなくなったから、1泊2日はやっぱしんどいわ。でもドッグサイトやから楽なんですけどね。これが一般サイトとかオートサイトだったら結局柵の中には入れとかないかんから、やっぱり1泊2日が限界かな。ましてやドッグランとかもあるわけじゃなし、そう思えたらやっぱり奥ながらとか奥琵琶湖とか、犬山とかキャンプ場は最高ですね、私にとってはね。さあちょっと片付けます。明日の朝ちょっとは楽なようにね。はい、はい、おはようございます。雨が降ってきた。もうやむことないわ。雲だらけやからな。さあもうちょっと寝ようか。もう見て、あ、おはようございます。起きた、来たよ。見たけどもうどうにもならん、これずーっと雨やもん。どうにもなりません。幕内は幕内で片付けて、外は外で片付けましょう。さあそれではスタート。どうしようもないもんな、雨やからな。服にも出れへんしな。もう早くさっさと片付けて帰ろうな。もう浸水してきてるで。すごいな、やっぱ浸水すんねや。
コールマンのマットがあるからまだマシやけど、この下水浸しやで。向こうもだってめっちゃ浸水してるもん。さあ、そしたらこれを積んでいきたいと思います。うわあ、いやいや、どこ行くの。びっしゃびしゃ、最低。どうすんねん、もう。シートの下がグランドシートが泡立ってんで、ひどいな。限界も最低。あー、さあもう帰ろうでは今日も一日お疲れ様でした。目的地までおよそ 130km です。2時間5分ぐらいかかります。料金は4040円です。おー、琵琶湖ももう真っ白何にも見えへんな。神田っていうところの PA に来ましたくそ、カレー食われへんかったからカツカレーにしましたいただきます。ありがとうございます。ちょもう降りれないよ、雨なんだから。でも強烈な雨やんか。うわー、やめてやめて、座って、もうちょっとやめて、座って座って、だから帰るからね。最低、最悪、びっしょびしょ、もう何もかも乾かさなんか。ああ、もう最悪。疲れた今回。